球目、外、インコースの変化球見ています。ボールが3つになります。低めの変化球でカウントを稼ぎます。5球目は何で来るか。外、低め決まってストライク。さあフルカウントまで来ました。取った、一塁そのまま入ってアウト。さあそしてバッターボックスには小園が入っています。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですね。インコースの変化球見ています。またインコース、見逃せばボールかというところ、手が出てしまいました。空振り三振、ここは投げ勝ちました。得点を与えませんでした。カープサードランナー残塁に終わっています。3対0、カープがリードしています。これから5回の裏、追いかけるライオンズの攻撃。バッターボックスには6番佐藤。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。バッターは7番源田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、インコース詰まりました。掴んで2アウトです。打順は8番小賀。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。この回のライオンズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。低めストレート、ストライク。あっという間に2ストライクです。インロー見送っています。次が4球目、これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって3対0、カープがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、一打先制のピンチ、4番小園、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ライオンズ先手を取られます。3回の表、ノーアウトで2塁にランナーを置いて2番菊池、ラストボールきっちりと捉えました。ライオンズ1点を追加されます。攻撃ワンアウト二塁三塁で迎えるは5番末永、きっちり犠牲フライ、ライオンズ1点を追加されます。
メットライフドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。カープの攻撃、5番バッター末永、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ライオンズビハインドで迎える6回です。外に決まりました。ノーボールツーストライクです。これが3球目。インコースボール、インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ、滑り込んだ、ナイスプレーです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、これはピッチャー助かりましたよね。バッターは DH 坂倉、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。隅田、まずは先頭バッターを打ち取っています。いいところへ決まります。ノーボールツーストライク。外れましたか。いいボールでしたけどね。外の変化球、わずかに外れました。4球目は何で来るか。見逃し三振。打席には7番バッター佐藤、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球はボールになりました。ファウルになります。いいボールですね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。3対0、カープがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるライオンズの攻撃。今日は守備で交代してそのまま出場している鈴木、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ライオンズビハインドで迎える6回の攻撃です。高め打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には長谷川入ります。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。まあ、こういう場面で返しておかないと後が苦しくなってきますから、しっかり点につなげていきたいですね。なるほど、そうですよね。またインロー、これで連続の見逃し。
さあ3球目は何か。ファウルになります。ストライクです。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ライト掴んでワンアウト。さあ、そしてバッターボックスには西川が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、こういったチャンスをものにしないといけませんから、今度はしっかりつなぎたいですね。なるほど、そうですね。ここはバントを警戒する。インサイド落ちました。これはどうか。矢野、三塁タッチはアウト。さあ、ツーアウトからランナーを出していきます。バッターは栗山、そして一塁ランナーは西川。チャンスがあれば走ってもいいですね。さあ、ここはスタートを切らせるんでしょうか。弾き返した打球はライトへ。野間が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、ライオンズ得点はありませんでした。6回終了、3対0、カープがリードしています。これから7回カープの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。中村が2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、僅差での勝負となってますんで、この回1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。まあ、そうですね。これ以上点はやれないですから、まずはミスをしないことですよね。はい、ミスが命取りになりそうです。次が3球目。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。引っ張った、ファースト弾く、ボールを拾って一塁そのまま入ってアウト。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、そうですか。さあ、2球目は何か。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。高めちょっと外れたか。これが4球目。打ちました。これもファーストゴロ。陽川一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター秋山、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。ツーアウトランナーありません。2球目打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。佐藤が掴んで3アウトです。この回カープ三者凡退です。3対0、カープがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ライオンズの攻撃に入ります。西さん、ルーキー相手に打線はかなり手こずっている印象です。いかがですか。いや、本当ですね。思った以上にいいピッチングされてますよね。初球打ち、ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。森下抑えてワンアウト。バッターボックスは5番、陽川。先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。アウトコース決まってストライク。
2球目も決まります。低め見送っています。高めのボール、これはどうだ、センターへ抜ける、八川、これが今日の初ヒット、ワンアウトランナー一塁です。打ちました、これはセカンドライナー。打順は7番源田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。初球空振りです。インサイド変化球外れます。空振りになります。ワンボールツーストライク。低めは外れました。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。7回終わって3対0カープがリードしています。ゲームは8回に入ります。カープの攻撃、バッターボックス菊池、ライオンズビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上